問題3。問題3では、問題用紙に何も印刷されていません。この問題は、全体としてどんな内容かを聞く問題です。話の前に質問はありません。まず、話を聞いてください。それから、質問と選択肢を聞いて、1から4の中から、最も良いものを一つ選んでください。1番。女の人と男の人が玄関で話しています。はい。こんにちは。あ、どうもこんにちは。みかんお好きですか？たくさんもらったんで、よろしければ。まあ、みかん。大好きだから嬉しいわ。最近高いのよ。よかった。ただちょっと酸っぱいんですけど、もし酸っぱいのがお好きじゃなかったら、ジュースにでもしてください。ジュース？ええ。絞ったものに少し蜂蜜を加えるんです。ホットでも美味しいですよ。へえ。美味しそうね。男の人は何をしに来ましたか？1。みかんをあげるため。2。みかんを売るため。3。みかんの感想を言うため。4。ジュースの作り方を教えるため。2番。テレビで医者がインタビューに答えています。先生、最近目の不調を訴える人が増えているようですが。ええ、そうですね。現代はテレビやパソコン、ゲームのように目を疲れさせるものがたくさんありますからね。楽しいからつい時間を忘れてしまうんですよね。でも目の健康を考えれば、できる限り目に負担のかからない生活をする必要があります。例えばパソコンを使う時間を決めるとか、暗いところで画面を見ないなど、普段から気をつけることが大切です。医者は何の話をしていますか？1. 子供の視力の低下。2. 目の治療にかかる時間。3. 目の検査の必要性。4. 目を疲れさせない方法。3番。レポーターが女の人に野菜について聞いています。こんにちは。こちらのお店でよく野菜を買われるんですか？ええ。このお店の野菜は味が濃いんですよ。匂いもね。その野菜らしいしっかりとした匂いがするの。このトマトの匂いを嗅ぐと、子供の頃に畑で採って、その場でかじったその様子まで思い出すんです。ええ。そうなんですか。最近は野菜独特の匂いとか味が薄くなっていて、食べやすいと思う人もいるんでしょうけど、私にはちょっと物足りないんです。その点、このお店の野菜は昔ながらの方法で作られているそうで、味もいいし、安心だし。でも、値段がちょっと高めのようですね。ええ、でも、こういう野菜らしい野菜を孫にも食べさせたいと思って、つい来てしまうんです。女の人は野菜についてどう思っていますか？1. 新鮮なものが一番いい。2. 値段が安いものが一番いい。3.
匂いや味が濃いものがいい。4. 自分で作ったものがいい。4番。テレビでサッカー選手が今シーズンを振り返って話しています。シーズン前に怪我をして手術を受けたので、今シーズンはずっと回復に向けてトレーニングの毎日でした。テレビなどで仲間やライバルの活躍する姿を見ると、焦りと悔しい思いでいっぱいでした。でも、専門的な本を読んだりして、トレーニング方法を客観的に見直すこともできて、それなりに充実していました。それに、久しぶりに家族ともゆったりした時間を持つことができましたしね。この選手は、今シーズンはどうだったと言っていますか ?1 試合に出られなかったが、いいこともあった。2試合に出られず、いいことはなかった。3試合に出たが、活躍できなかった。4試合に出て、充実した毎日だった。5番会社で男の人と女の人が話しています。山田さん、ちょっといいですか？はい、部長。この間話した新しい店のことだけど、実は君をそこの店長にという話が出てるんだ。え？これまでの仕事が高く評価されててね。ありがとうございます。じゃあいいかな？転勤にはなるけどね。ぜひ行かせていただきたいんですが、ただ転勤となりますと、実は最近母の体調が良くないので、あまり遠く離れるのはちょっと。ああ、そう。でもせっかくのチャンスだよ。はい。評価していただいたことは大変嬉しいですし、もし店長になったらやってみたいことはたくさんあるんですが、申し訳ありません。また次の機会に声をかけていただけるよう頑張ります。そうか。わかった。女の人は転勤についてどう思っていますか？1体調に自信がないので転勤したくない。2お母さんのことが心配なので転勤したくない。3転勤してもいいが店長にはなりたくない。4転勤して店長として頑張りたい。